フェルディナント・ラジビウは、ドイツ及び、ポーランドの貴族、政治家。公爵、公爵、オルイカの、第12代オルディナと、プシゴジツの、第3代オルディナと、プロイセン王国のポーランド系大貴族、ラジビウ家の一員で、ドイツ帝国における、ポーランド系少数住民の指導者だった。正式な名は、フェルディナント・フリデリック・ビルヘルム・アレクサンデル・ラジビウ、または、 フェルディナント・フリードリヒ・ビル・ヘルム・アレクサンダー・フォン・ラジビュー。アントニンの上官ボグスワフ・フリデリク・ラジビュー公の、長男、プロイセン領ポーゼン大公国の総督を務めた、アントニー・ヘンリク・ラジビュー公の孫息子として生まれた。父方の祖母は、プロイセン王女ルイーゼである。1864年7月19日に、コブレンツで、ペラゲア・サピエジナ公女と結婚し、 間に三男二女の五人の子女を設けた。長男のミハウがプシェゴジツェの接収料を三男のヤヌシュがオルイカの接収料をそれぞれ受け継いでいる。一家はベルリンの邸宅とアントニンの上官を行き来して暮らした。フェルディナントはプロイセン王家と親戚関係にあり、ドイツ及びロシアの上級貴族や有力政治家たちと密接に結びついていた。プロイセン軍にも 形式的に所属し、予備役の陸軍中佐を経て1879年に名誉的な陸軍少将とされた。1873年から1918年まで、フェルギナントはドイツ帝国議会の議員を務めており、帝国議会におけるポーランド会派の最高指導者を長く務めた。1879年には、父よりプロイセン貴族院の世襲議席をも受け継いでいる。 文化闘争の時代、フェルディナントはカトリック派の中心人物として、帝国最小オットフォンビスマルク公爵にはっきりと敵対した。彼のベルリンの邸宅は政府の教会政策に反発する人々の溜まり場となった。もっとも、ベルリン社公会から妻弾きにされることを恐れたカトリック神道やポール、ドイツ帝国時代のフェルディナントはポーランド会派の指導者として、 中央党と密接な協力関係にあった。ポーランド会派所属の議員が少数であったことから、フェルディナントは中央党他の政府野党を支援していた。議会においては恩恵路線を取り、同一言語を話す少数民族ごとに自治権を認めるよう主張した。1917年、フェルディナントはプロイセン貴族院において、ドイツ帝国に対する、 ポーランド人の忠誠心を表明した上で、プロイセン政府のポーランド人政策の転換を要求した。政府はこれに対し、プロイセン副首相、パウル・フォン・ブライテンバッハの名前で、差別的な土地収容法の撤廃と、ポーランド語の禁止令に対する軽減を返答した。第一次世界大戦と1918年11月のドイツ革命の後、新たに誕生した。 ポーランド第二共和国の国会議員となり、最長老議員としておもんじられた。ありがとうございます。